はい、皆さんこんにちは。今回はすくすくさんで購入させていただいたジザペや、スディアさんとか、あとアリエクとかの購入品のご紹介をしようと思います。はいはい、まずはすくすくさんの方でトレペをね、2種類購入させていただきました。まずはこちらのね、ピンクのトレペ、めっちゃ可愛い。で、もう一個はこんな感じのかっこいい系のトレペを購入してみました。めっちゃ可愛い。でね、おまけにね、つけてくださってたペーパーもめちゃくちゃ可愛くって、イースターのペーパーでした。はい、でね、セリアさんではシートシールをたくさん買ってきました。ちょっと反射が気になるんですけど、この2つのね、キラキラのシールと、あとね、この2つはリピ買いしてきました。たくさんまとめて買ってきた。このグレーの方は本当にね、すごく使いやすくってすぐなくなっちゃうんですよね。特にね、グレーの方はね、もう5枚目ぐらいかな。これで3、4、5枚ぐらい買いました。はい、次はね、アリエクでの購入品なんですけど、まずはこちらね、もう開けちゃってるんですけど、このね、須田石の紫を買いました。これね、ブルーとかピンクもすごい可愛くて、めちゃくちゃね、紫が可愛かったので追加で購入するかもしれないです。めくっていこうかな。こんな感じでね、すごいね、コラージュに使いやすそうな感じですよね。すごい可愛い。これとかすごく可愛いな。これとか現物コラージュステッカーとかに使いやすそう。ちょっと飛んじゃってるからあるかもしれないんですけど、本当にね、どれも可愛くって、これとかもめっちゃお気に入り。はい、はい、でね、こちらの素材紙も4種類買ってみました。封筒からね、すごく可愛くないですか？何枚かっていうか、1枚か2枚使っちゃってるんですけど、このパックではなかったかな。ほんとね、どれも使いやすそうな素材で。めちゃくちゃ可愛いんですよ、クマちゃんとか。可愛い系とね、ちょっとアンティーク系が一緒に入ってて、こちらもすごい使いやすそう。ちょっと向きがバラバラで見づらくてすいません。
やっぱりね、茶系はね、使いやすいですよね。この羊さん、かわいい。これとか、すごいいい色味だな。赤っていうかピンク系も可愛いな。すごいなんか意外とこのピンクが一番アンティーク味が強い気がする。密集したかな。はい、で次はこちら、うん、こんなね穴が開いたシールですね。これはねクーポンがあったから購入したんですけど、このね女の子のシリーズのステッカーすごい好きだし、買ったことない形だったので面白いなと思って買ってみました。へえ、タグとして使えるのか。マッピングとかにも良さそうですね。はい、でこちらねステッカーをめちゃくちゃね前買って可愛くて、赤もね追加で買っちゃいました。はい、柄はねこんな感じです。この3人組のやつがすごい可愛い。うん、赤も可愛いな。そしてお花のステッカーも2つ購入しました。最近ねお花のステッカーにハマってますね。こんな感じのステッカーですね。こういうねなんかすごいコラージュに結構大盛りでね使いやすそうですよね。かわいい。私もねこれまだ開けてみてないんですよ。結構ね紹介するとき先に我慢できなくて見ちゃってることもそこそこあるんですけど、めっちゃかわいい。なんかねチューリップとかこうね、なんだろう、結構和柄とかにも使えそうな感じのお花ですね。で、こちらブルーの方も見ていこうと思います。ブルーの方もすごい可愛い。このね、青の色味がすごい素敵だなぁと思って購入しました。はい、でね、ラストなんですけど、こちらはね、ふちゃんが、ふちゃんから購入させていただいたというか、共同購入みたいな感じで購入させていただいた、プリムピーチさんのステッカーです。
めっちゃかわいい。このね、刺繍してる子ずっと欲しくて嬉しいな。あとね、この子とかも欲しかったから嬉しい。一枚だけね、この刺繍の女の子の赤いやつは使っちゃったんですけど、すごいかわいい。はい。ではね、購入品のご紹介は以上になります。ご視聴ありがとうございました。